皆さんお疲れ様です。ゆりです。今お昼なんですけど、今日はローソンでこちらを買ってみました。はい、今話題の鬼滅の刃のコラボ商品ですね。炭治郎のおにぎりとねずこの竹パンです。はい、あとちょっと鬼滅の刃コラボと関係ないんですけど、最近めちゃめちゃハマってるこのきちんとチキンの鶏だし白湯スープ、これめっちゃ美味しいんですよ。しかも最近ダイエットしたいって言ったじゃないですか。これカロリー79キロカロリーですごいさっぱりしててお気に入りです。であとは私の大好きなカフェラテ、カフェオレですね。もうコンビニのカフェオレめちゃめちゃ飲んでるんですけど、それに加えて最近マウントレーニアにもハマってて、朝からこの2本も飲みました。そう、なんか本当はこのクリーミーラテっていうやつが一番味が好きでめっちゃ美味しいんですけど、ちょっとダイエットを意識してノンシュガーも買って、ノンシュガーとクリーミーラテ1本ずつ朝飲みました。いやー、ダイエットしたいって言ってるのにね、パンとおにぎりって結構やばいけど。鬼滅の刃、私漫画は読んでなくって、アニメをネットフリックスかなで全部見ました。去年末くらいに見たのかな。だからちょっと内容を忘れかけてるんですけれども、なんか誰推しだみたいなことを聞かれたら、私はいつもねずこちゃんって答えてます。なんだろう、私もなんかこの2人は兄弟で、お兄ちゃんが炭治郎でねずこは妹で、本当はもっとその兄弟がいるけど、外がうるさい。そう、なんか私の兄弟構成も兄妹だから、なんかそれもあって、なんかこう妹のねずこに親近感が湧くというか、なんかねずこが一生懸命我慢というか葛藤しながら炭治郎を守る姿とかにいつもキュンとしております。あとはあの雷の善逸か、善逸も結構好き。なんだろう、やっぱあのギャップがいいですよね。ちょっと炭治郎のおにぎりから食べていきたいと思います。このおにぎりは漆黒チャーハン風おにぎり、チャーハンなんだ。私チャーハンおにぎりめっちゃ好きなんですよね。さすがチャーハン、ポロポロしてるからこぼれちゃう。ちょっとこれなんか朝買って冷蔵庫に入れてたから冷えてるんですけど、私結構冷えたご飯好きだから、このままいただこうと思います。めっちゃパラパラする。うん、うん、うん、なんかあの炭火焼きの焼き鳥みたいな炭っぽい味もして、チャーハンのおにぎりってこの味濃いところが私好きなんですよね。うん、めっちゃ美味しい。この前 YouTube 見てたら、なんか鬼滅の刃の実写版の予想みたいなのしてる人がいて、本当実写版やるならみたいなメンツがすっごい並んでて、確かにもう
この方たちが実写版やったら文句ないっていう並びでちょっと面白かったんですけど、あの炭治郎が山崎賢人さんで、禰豆子が橋本環奈さん で何役か忘れちゃったけど吉沢亮さんとかもいて、あーって感じの並びでぜひやってほしいなって。でなんか一番あのしっくりきたっていうか、鬼滅ならではの配役だと思うんですけど、あの役の名前が思い出せない、あのい悪い人なんだっけ、なんだっけ悪い人、ん鬼舞辻、鬼舞辻なんだっけ、鬼舞辻さんがなんかガクトさんだっていうのをその人は予想してて、めっちゃわかると思って、むしろなんかガクトさんって言われたらガクトさん以外の人が演じたらおかしいんじゃないかっていうぐらいぴったりだなって思って見てました。このおにぎり美味しいな。なんかコラボが終わっても出し続けてほしい。ごちそうさまです。こっちの禰豆子のパンの方も開けていきたいと思います。これ周りがパイ生地が緑色なんだけど、なんか味ついてるのかな。中にチョコが入ってるみたいです。いただきます。なんか竹っぽい。いただきます。これめっちゃ好き。ついてるけど別に味はなんかプレーンな感じで、え、美味しい。なんか私甘いものあんまり買わないけどこれはめちゃくちゃ美味しい。なんか歯ごたえあるものがすごい好きで、あのパイ生地の感じがすごい好き。私ローソンのポンタポイント気づいたら1万ポイントくらい溜まってて、まだ何にも使ってないけど、そのポンタポイントを使って何かもらえたりもするのかな。でもなんか1万ポイントも溜まってくるとね、なんか使うのはもったいないというか、なんかね何に使っていいか逆に溜まりすぎて分かんなくなっちゃってるっていう。あとなんか最近はローソンじゃなくてセブンイレブンに行くことも多かったので、あんまりポイントとか増えてないかも。ローソン行くようにしよう。禰豆子ちゃんのハンカチ欲しいな。頑張りたいと思います。へえ、唐揚げくんの濃いチーズ味とか出たんだ、めっちゃ美味しそう。いや、ダイエット中だった。それでは今日の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。皆様グッドボタンやチャンネル登録をぜひお願いいたします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。